ローガンに来たのは人と会うためだってこと忘れたの？わかってるよ。でも会えなかっただろ？じゃああの子を手伝う理由は何？だから言ったじゃないか。彼女が俺に助けを求めてきたから。それは理由にならないでしょ。誰かに死ねってお願いされたらあんたは死ぬわけ？あんたは自分がどうして彼女を助けたいのかちゃんと理解してんの？それは。あんた、その正義感のせいでこの町が危険な状態に置かれてるのが見過ごせないんじゃない？アイギスがあの子たちを傷つけたことに対して罪悪感でも感じてるの？それとも、あんたは助けを求めている人は全員助けろとでも教わったわけ？彼女たちは美少女だからな。は？可愛い女の子が助けを求めてるのに黙って見過ごすなんて、そんなのありえないだろ。はあ？バカなの？あんたの頭には脳みその代わりに縮れ麺でも詰まってるわけ？どんな思考してたらそんな返事ができんのよ。なんでこんなアホの護衛任務なんか引き受けちゃったんだろう。ステファニーにはこのことを伝えなくていいの？彼女が OK を出して戦略部に電話をつなげば、優秀なドライバー部隊がこの件を処理してくれるんじゃない？だけど、それじゃあ彼女たちとの約束を破ることになるだろう。約束と安全、どっちが大切なわけ？あんた、ステファニーの目を盗んで自力で解決しようっていうの？この事件は他とは違う。今すぐ博士に連絡するのは得策じゃない気がするんだ。私が知りたいのはさ、あんたがどうするつもりなのかってことなんだけど。俺は報告がやぶへびにならないか心配しているんだ。まず博士の意見を聞いてみた方がいいかもしれないな。この件はあなたと千秋に任せるわって言われないか心配なんだけど。ストレスゲージ振り切れて誰か殺しちゃいそう。現在席を外しております。後でまたかけ直してください。冗談はよしてくれ。ステファニーは当てにならないよ。必要な時に限って捕まらないんだから。まずいな、こいつは。まずい。何がまずいの？ステファニーだってそりゃ電話に出られない時くらいあるでしょ。まさかあんた、美少女はトイレ行かない派なの？博士はこっちからの呼び出しにはいつでも応じるって言ってたんだ。あれは冗談とは思えない。お風呂に入ってる時も？あれ？どうした？あんた、ここに誰か呼んだ？外に誰かいるのか？七八人、全員武装してる。今どこに？まずい、伏せて！1人目。こいつらは
千秋気をつけろ、撃ってくるぞ。くたばれくたばれ、全員やつだけにしてやる。どうしたの？まさか寝てたの？人の話聞いてた？え、どうするの？ステファニーに連絡するの？千秋は食事の時にテレビ見たりするか？